ブレイキングダウン12でカウアン・オカモト氏が行った反則行為にレオ氏が苦言を呈し話題になっています。ブレイキングダウン12でコメオ氏と対戦したカウアン氏、試合は両者激しい攻防を広げましたが、若干手数と有効打の多いコメオ氏が優勢に見えました。しかし1ラウンド終了間際、カウアン氏がコメオ氏の衣服を引っ張り逃げられなくなったところで顔面を連打。すかさず審判から注意の判定が下され、連打を受けてなのかコメオ氏の足は止まり、2ラウンド目でカウアン氏が判定勝利しました。この試合を見ていたネット民からは、これは悪質な反則だわ、マジの喧嘩じゃん、など批判コメントが寄せられ、ブレイキングダウン11で度重なるラフプレーを行ったことでバッシングを浴びていたレオ氏も、カウアン、ダサかったな、あんなダサいやつと同類に思われてたんか、と吐き捨てました。ブレイキングダウンに登場してから終始クールで冷静な立ち回りをしていたカウアン氏でしたが、今回の一件で株を落とした気がします。今後クリーンなプレーで汚名返上をしてほしいものです。それではまた次の動画でお会いしましょう。